チス、誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。皆さん、この流鉱石のかけらと流鉱石というこの黄色と白の玉、ちゃんと取ってありますか？これ、優先的に使ってしまうと、損をぶっこいてしまう可能性があることをコメントで教えていただきました。というのもですね、見ていただきたし、この錬金ばあさんのところで武器がね、大流鉱石に交換できるんですよ。いらないやつが。で、私まあ、一番初期のやつだから、まあ、1個と交換できるのかなと思ってました。この強化してあるやつは5個と強化、交換できるんですよね。これ。そうなんですよ。で、大流鉱石って1個20ポイントだったかな。確か20ポイントなんですよね。それがもしだって、2個もらえるとしたら、あまりにも損をぶっこいてると思いませんか？いらない武器を売っ払った時に。まあもちろんね、死ぬほど回してて大流鉱石なんてもういくらでもありますよって方はね、別にこんなめんどくさいことはしなくてもいいと思いますけども、回数こなせない人にとっては割と大事。しかも、外れ武器を引いた時にも、まあストレスが緩和されるということでございます。今回そのやり方を皆さんにお伝えしようと思います。そのためにね、あの流鉱石とかけらが必要になってくるわけですよ。さあ、まず見ていただきたいのは、こちら金華竜の神髄がついただけの石竜の真打ち目、爆破となっています。これ、交換数1個ですよね。金華竜の神髄、確かレア5なんで、この武器の覚醒レベルは5ということになりますね。ちょっとこの間、動画かなんかでつけてしまった、石竜のひらめく刃、毒。こちら、会心強化と攻撃力強化4、2つ。で、錬金結果は、大流鉱石が2個になっています。まあでもこのさ、4を2個つけるまでには、いくらなんでも限界があると思いますよ。損ぶっこいちゃうと思いますよ。なので、さてこちら、石竜の、なんだこれ、打つ、剣舞、睡眠。先ほどと同じ通り、レア後の、滅人竜の覇気がついてますね。覚醒能力発現まであと8ポイントとなっています。なのでこの武器はレア後のスキルがついてるんで、覚醒レベルが5になってますね。で、まあ、この武器をフル強化、まあ、この武器というか何でもいいんだけど、フル強化するときにみんな三角をしてるでしょ。そうするとね、流鉱石のかけらと流鉱石を両、こっちから使われちゃうんだよね。でも、この、流鉱石2個錬金ばあさんからもらうためには覚醒レベルを6にする必要があるんですよ。ってことは三角ボタンでかけらとか流鉱石を消費していると、どん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 かけらと流鉱石なくなっていってしまいます。まあもしくは手動でね、こっち使ってる人もいるかもしれませんけども。なのでまずいらない武器をこれで強化してみましょう。これで何がついても覚醒レベル6になりますよね。じゃあ一回強化。はい、いいですね。防御強化に瓶1。じゃあ瓶でもつけますか。はい。これで覚醒レベルが6になりました。そして、また錬金ばあさんのところに持っていきます。これ。おばあさん。なんか駄菓子屋の、あのなんか何十円もらえるみたいなね。ああいう感じがしますね。これですね。ほら、錬金結果。素材と100ポイントを消費して、アイテムを2個錬金します。よろしいですか？ということになります。この武器を1回強化するのに使ったポイントが8ポイント。そして、大流鉱石は1個20ポイント。12ポイントもお得になっちまうってことでございます。まあ先ほど言った通り三角ボタンを封印しなければいけないし、手間は手間なんで、まあもちろんね、めんどくさいって人もいるかもしれませんけども、もし、これちょっともう武器散々売っ払っててさ、みたいな、流鉱石、足りんは1本のために他全部いらんわ、みたいな人は、これまとめて、フル強化して、フル強化って、覚醒レベル6にして、使ってみてはいかがでしょうか。だから、初期武器が、ただね、ただ、初期覚醒レベルが、まあ、でもマイナスにはなんないのかな。
そうそう簡単には。例えば1個やってみるか。初期覚醒武器が、レベルが、まあ、3? 3でやってみる。運だと思うんですよね。これ、覚醒レベル3でしょ。1個使います。これで、1回強化。8ポイント。ってことは、レアさんのスキルが出れば、お防御力強化、読んで、やったーそうだね。これで、合計7になるんで、これもまた、売っ払うときに、大流鉱石が2個になりますが、もし失敗した場合、攻撃力強化2と、会心率強化と他何か2の場、2だった場合は、まあ残念なことになるね。なんで、まあ、レアさん、最初レアさんの武器はちょっと微妙かな。これリロードは覚醒レベル4なんですよね。で、これを、これだったらいけるでしょ。全部1ってことなかなかないと思うんですよ。ほら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 。そうだね。多分そうそうないと思いたい。で、なんか適当につけます。そうすると、あ、でもまだ、6にした時点では、8ポイントなんですね。ってことは、ってことは、まあ、これはさすがに厳しい。これさすがに厳しい。4に2が足されて6になってるでしょ。これギャンブルの説明してるみたいだけど、6になってるでしょ。でもさっきみたいに、例えば4に、いきなり4がついて8になった場合は、おそらく次11かな。だと思うんで、3がつけば、流鉱石3つになる可能性がありますね。そうすると、60ポイント。使用した、覚醒ポイントは、16ポイント。44ポイントになりますね。さすがにその次はないと思いますけども、でも、もし、そういう、これギャンブルかな、これ。そういうことが可能であれば、ちょっと調整しつつあれば、かなり大流鉱石をお得にゲットできるんではないかな、ということでね、情報提供ありがとうございます。というわけで皆さん、これ、ちょっとやってみてください。特に回数重ねらんない人にはね、いいお話だと思います。そして、おまけ。最近私、特にリーグはないんですが、ソロ狩りにハマっておりまして、まあ、ソロ狩りというかソロ削りですね。別に報酬とかはとりあえずいいんですが、どうやったら一番ソロで楽に倒せるかが非常に気になっておりまして、今現状報告、せっかくだからちょっと聞いてって、そう、ソロでやらない人もちょっとやって聞いてってよ。で、このね、属性特化ヘビー、属性なんでもいいんですけど、まあ反動とリロードのいいやつが一番使いやすくて、かつ、睡眠がついてると、なおよしって感じですかね。今、マグダゲミツ使ってますけど、エンプレスとかもあんのかな?いろいろ見たけどね。見て、ダメージ結構入るでしょ。結構ダメージ入るでしょ。こいつ本当に、なんつうの?弱点っていうかさ、わかんないんだけど、たまに黄色表示とか出るし、ただまあ一発大体ね、腕狙いで、80ぐらいかな。ほら、56、弾丸銃化と、反動、あとはシールド3枚にガード性能3で、ただちょっと会心率が微妙なんだけど、で、会心率とかうまく調整できると、一発7、80ぐらい出る時があるかな。なんかね、こいつね、どこなの?お前のその弱点、さっきのどこだったの?さっきのどこの弱点だったの?どこに、さっき、ここだ!どこだそれ?わかりにくいんだよ。いいね。50出る50。50プラスアルファ。一発90ぐらい出てますよ。こいつなんか弱点ラオシャンロンみたいだな。否定しますね。はい。ちょっと喋りながらやるにはね、私には集中が足りなかったな。使えるかわかんないけどね。はい。シルバーソル。これなるべく、ミクリアの人でも作れるものを選んでおります。シルバーソルヘルム、アルファ、アルファ、ベータ、ベータ、ガルルガグリーブ、ベータ、マグダゲミド。マグダゲミドが、これ強化が回復と属性状態上強化1。ちゃんと強化しろって話ですけどね。素材がなくてね。達人の5石。達人の円筒さっき置き忘れてたな。で、滑空の装衣はね、素材用に、装飾品用につけております。鉄壁、強壁2、火炎獣とかもだから火炎獣2とかがあれば、
変わってくるんですよ、装備が。鉄壁逸、渾身に、逆境達人、体力、渾身治癒、体力、渾身、通撃、通撃となってます。で、渾身は、いいかな。俺は。渾身じゃ、渾身、ほとんど発動せんかったわ。3では。敵の攻撃ガードしてるから。避けれる人はいいかもしんないね。あの、ブレスを左右に振って。ブレス避けれる人には、渾身いいと思いますけども、できない人は通撃の方がいいかな。腕殴ってっていうか、削ってね、傷をつけて。で、まあ、あとはもう治癒をつけられるか否か、といったとこでしょうか。今いろいろあるけども、まあ、火炎獣とかを削ったりすれば、鉄壁2がなくてもつけられるでしょうし、まあ、逆境達人もなくてもいいし、で、渾身、治癒に関してもこれも、まあ、敵の攻撃を受けない前提であれば、あくまでね、保険なんでね、治癒もまあ削れるっちゃ削れます。足りない分は私はこっちの滑空の装備にね、他のスキルと一緒につけておりんす。で、まあ、睡眠とね、麻痺と属性弾と鉄鋼榴弾等をいろいろ使いながら、うまく戦っていけたらいいなと思う所存です。それでは、誰も知らないカリード、イカルタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。